はい、みさんこんにちは、ミスターたけしです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。2022年最初の動画になります。まあ年末年始皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、この前も本の紹介したんですけど、ちょっと時間があるときにこういう本読んでます。子供のやる気を引き出す本みたいなね、親が見るようなね本なんですけども、結構まあ子供相手に、バトンを教えたりなんかしてるとね、すごく役に立つこともいろいろ書いてあって、アドラー博士のね本です。そう、これにちなんで今日ちょっと質問コーナー行ってみましょうか。この動画を見てる方、親の方もね、子供を見てる方多いんですけども、保護者とかバトン先生を見てる方多いと思うんですけど、親でね結構比べたがる人っているんですよね。それは自分の子供のね幼馴染みたい、一緒にバトンやってるね子供たち同士だったり、よそのチームと比べたりとか、あと学校ね、学校のバトン部だったりで、個々もそうだと思うんですけど、それぞれの良さってすごくあると思うんですよね。で、まあチームとか学校の良さっていうのもすごくあって、それぞれ特徴がねあって、で非常にそれをね比べるのはしょうがないですよ、人間なんで。ただそれに対して子供に当たったりとか先生に当たったりっていうのをね、ちょっと違う部分もあってね、すごく上手にねなってもらいたいし、で勉強でもそうだと思いますよ。一緒にやってるね塾に通ってる子の成績はどんどん上がってるけど、自分の子はなかなか上がらないとかね、仲のいい子はね部活でもそう上達していくけど、うちの子は全然とかね。だけどやっぱり個性ってあってね、結果だけをすごい求めてしまって、その過程をねやっぱり見てあげてほしいなって思います。だから褒めてあげてください。褒めるっていうことがとっても大事で、よく頑張ったねって、点数60点だったとしてもよく頑張ったなって褒めてやってください。全部褒めるっていうのもね、しんどいと思います。多分その親としては、親の気持ちもわかるというかね、だって、しんどいもん。お金出してさ、そんな結果なのとか思うし、こんだけ塾に通わせて、なんで成績上がれないんだよって思うだろうし、バトンでもそうかもしれないですね。会費それぞれピンキリだと思うんですけど、高い会費でね、結果が出ない。なんでだってね。もっと頑張れって言いたい気持ちはあるんですけどね。やる気なくすんじゃない子供。どう？わかんないけど。だから、技術的なことってもう先生に任せちゃって、で、比較的保護者だったり、パパやママはサポートして、応援してあげて、結果がどうあれね、その結果よりも、家庭、よう頑張ったやんけって、褒めてあげるっていうことがね、個人的にはね大事かなって思います。だってプロになるわけじゃないし、世界チャンピオンを目指してるんでなければ、あんまりピリピリしてると、それを家庭に持ち込んでねギスギスしちゃうでしょ、親子でも夫婦でも。だから割り切った方がいいんですよね。だから依存しすぎない、執着しすぎないっていうことが大事。もちろん無関心になるのは良くないですよ。サポートはとても大事なんですけども、もうのめり込みすぎちゃうと浮いちゃいますよ。やっぱりそのクラブチームの中でもそうだし、学校の部活のね中でそういうね保護者の会とかあると思うんですよね。そういうとこでもそうだと思うし、先生とのことうまくいかなかったりね、そういうことが起きる可能性がございますんで、あんまりのめり込みすぎないけど応援はする、サポートはするっていうね、このバランスが大事かなって思いますが、先生もそうだし子供たちも同じだと思いますよ。私もね、例えばそうだね、体育館とかでモップがけとか掃除してる子を見ると、その子たちを褒めます。だからやってない子
に何か言うんではなくて、えらいね、モップかけてんの、さすがだねってその子たちを褒めるだけ。だからそこでやってない子たちになんでやんねんだっていうとまたちょっと違うんだよね、これがね。だからあのやってる子、できた子に対して褒めていくっていうことがね、とても褒め育てるっていうかな、褒めていくっていうね、心がけをね、今っていうかな、もうここ最近ずっとそんな感じです。うん、やってるのは本人だから、結果が出なくて悔しい思いをするのは本人。本人がケロッとしてるんだったらちょっと問題かもしれないけどね悔しいとか悲しいとか、もっとできたとかっていうその感情を大事に育てて次につなげていく、それはバトンに限らずね、別のこととかそういうところにエネルギーを出していくっていう、こうなんバトンを通していろんなことを学んでいくっていうことが大切なんちゃうって、私は常にちょっとそういう思いでいて、まあそういった意味では、まあこの1年ですか、2022年ね、またバトンでね、多くの方々にねバトンを通していろんなことを学んでいただいて、でこの動画もね、いろんなことをメッセージとして、伝えていき、そこでね、いろんなことを学んでいただけたらなって、最近なんかこの間っていうか、結構バトンの大会とかコンテストでいろんな先生方と話す機会があるんですけども、いろんな YouTube これ上げてるじゃないですか。でやっぱりそのポイントポイントで、これのこの動画良かったよとか、これさめっちゃ引っかかった、すっげえみんな見てほしいみたいな、バトン界の人っていうね動画が上がってたり、そういうのもあってね、いろんな人にやっぱり伝わっているのかなっていうふうにも思っていて、自分自身も改めて、学ぶっていうことでメッセージを伝えているので、自分ができているからではなくて、自分もできてないところがあるからこそ、こういうふうに言葉にしてメッセージとして残して、後世に伝えていくっていうことが、自分にできることかなと思っていって、だからまあ全部正しいって動画いっぱい上げてるけど、思うバトンの技術もね含めて全部完璧だって思ってないし、思ってほしくないし、逆にいいところを盗んでいただいてアレンジしてもらって、もっとさらにいいものをにしていっていただくといいかなって思いますので、ぜひ少しでもね、この YouTube 動画を通して参考にしていただいたね、参考にしていただいて、バトンが広まっていったらなってそう考えておりますので、今年1年も2022年、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。じゃあねー。